缶詰をご覧の皆様、おはこんばんちは。今回の缶詰は、青森県の大港に所在する大港システム通信隊が災害等の緊急時に必要な通信基地を作る様子をご紹介します。大港システム通信隊が所在する大港は、敷地内で特別天然記念物のカモシカが見られる全国でも珍しい場所です。イオベイチーです。カメラマンを兼務します。木村一曹です。林二曹です。川口二曹です。斉藤市長です。ただいまから海を渡って通信基地を作るぞ。何か質問のあるもの。はい。なんだ斉藤、なぜ海を渡らなければいけないんですか？それはだな、ここにアンテナを立てても津軽海峡まで電波が届かないからだ。はい、わかりました。よし、北海道へ行くぞ。機材の搭載かかれ。かかります。大港システム通信隊は、海上自衛隊の通信システムの維持管理のほか、災害の時には通信環境を速やかに整え、災害派遣活動を支援する頼もしい部隊なんです。あら、犬が見えますね。警備犬ポルドとエヴァに見送られて出発です。大港システム通信隊には広大な敷地に重要な通信機材があり、施設の警備をするために警備犬がいます。隊員たちは大港を出発し、大間港からフェリーで北海道函館を目指します。必要とされる場所に即座に通信環境を構築できるよう訓練を重ねています。一行は津軽海峡フェリーに乗船します。車をぶつけないよう慎重に安全に。大間港を出港しました。いざ北海道。さあ、いよいよ北海道に上陸です。函館といえば函館山の夜景が有名ですよね。一行は当然函館山ではなく、津軽海峡を見渡せる山の山頂を目指します。ただいまから特設系の構成作業を行う。細部はブリーフィングで達した通り、交渉作業であるので安全に留意して行え。からからです。今回作る通信基地は、北海道側の鉄塔にアンテナを増設した後、無線機を設置、大港から遠隔操作をできるようにして作業は完了です。これで津軽海峡を航行中の艦艇との通信ができるようになります。さあ、まずはアンテナの設置です。鉄塔の一番上にアンテナを設置します。高いところが苦手な人にはきつい作業ですね。よし、最後行くぞ。了解。アンテナ設置よし。同時ケーブルよし。了解。This is Polar Fox. Radio check. Over. Polar Fox, this is Space Knocker S. Your voice, loud and clear. Can you hear me? Over. This is Polar Fox. Roger. Out. Set.それでは最後に、今回設置した通信基地がきちんと機能するのか、電波が届くのかを確認します。確認するのはこちら、多用途支援艦スオーです。多用途支援艦スオーは津軽海峡全域約30カ所のポイントで電波の状況を確認します。それでは最後の確認の様子をご紹介します。到着艦、まもなく最終チェックポイントに到達します。了解。
180度ヨーソロ。180度ヨーソロ。ヨーソロ180度。ヨーソロ。最終チェックポイントに到達しました。通信隊と感度チェックを行います。艦長。了解。ミロ三層、通信隊と感度チェックを行う。了解しました。This is target mother. Send a message over.シージコースト、メッセージフォローズ、ブレイク、缶詰めのお題にご協力いただき、ありがとうございました。期間のご安康を祈ります。オーバー。This is Target Mother, Roger, wait out. いいねがたくさんつくことを期待しています。オプレ。了解しました。シージコースト、This is Target Mother. メッセージ for you. Over. Target Mother, this is Shoji Coast. Send your message. Over. This is Target Mother. メッセージフォローズ、ブレイク。いいねがたくさんつくことを期待しています。ブレイク、Over. This is Shoji Coast. Roger, out.一行は通信基地の設置を終え、金森赤レンガ倉庫を観光することなく帰路に着きます。今回作った通信基地は津軽海峡だけではなく海峡沿岸地域に広く電波を届けることができ、災害時にも有効な通信基地になります。今回の缶詰はいかがでしたか。艦艇部隊や航空部隊と比べて通信部隊は一見地味に見えますが、海上自衛隊の任務遂行に重要な役割を果たしています。これからも缶詰はいろいろな部隊を紹介していきます。